邪魔になったオーケストラの仕事で一晩だけ。13歳の息子が近所に預けた。あの子は無所に入れない。つらいな。いや、盗みだって。でもアディオはそんなことしない。あの子と話せば何かの誤解だってわかるはずだ。なら弁護士に息子と面会するにはまず申し込まなきゃいけない。しかも俺は外国人でビザが切れてるから一月も待たされ、アディオにはそんな余裕ない。来週裁判なんだ。警察にコネがあるよな。あんたの父親だろ。息子と娘がアディオと5年も離れてた。想像できるかな。自分の子を捨てる気がある。資料を見た。あの便に乗る5ヶ月前大変なことがあった。事故で友人を亡くしたり、あなたの飲酒運転、さぞ悔やんでいらっしゃる。捜査の結果、無罪になったので監禁に回され、それはショックで運転できなくなった。この会話、目的は何ですか？この5年間の人生の変化をあなたがうまく受け入れられるの。4日間手出すのが必要。ほんの数日でこれだけの変化を受け止めきれる。感情を隠さない。私は味方に。違いますよね。私が取り乱したら警官失格だって上に言う気でしょ。でも落ち着いてます。早く唯一残った生きがいに戻らせてもらえませんか。もう一度来て。何？平気か？ただの気苦労で。頼みがあるんだ。拘置所に知り合いは？Thank you.
ちの息子もだ。それはどうかな。僕らは警察に聞くまでアディオって本名も知らなかった。彼はうちに偽の ID や履歴書を出してたんだ。盗難があった日もアラームは鳴らされてない。店番は彼だけだった。なんて言われたんで。ちゃんと聞ける余裕なかったから覚えてないけど、すごく怖かった。彼は大丈夫か。口ではない。訓練したばっかりも、私には傷つける気は時間がいるの。もし俺を一生許せなかったでしょう。あなたのことは恨んでない。恨まれても仕方ないけど、ローズを責めないでくれ。責めたりなんかしてない。でも二人が一緒のとこを見たら嫌な気分になって倒れそうになったの。彼女の目になってくれ。それ本気で言ってる。ビビーをなくした上に君が消えてローレスの親友までなくしたんだ。君の代わりはいないの。乗員や乗客が爆発に関与した証拠は見つかっていないが、今後もつながりがないか探っていくべき。バース副長官、重要なのは爆発よりも飛行機が5年半どこにいたかでしょう。諸説あります。時空を超えただとか、地球外生命と接触したという説も。それより我が国は安全？飛行機は何らかの武器で攻撃されている。また攻撃されたか。そもそも乗っていたのは2013年と同じものです。乗客から最初調べましたが、異変は大変の安全がかかっているんだぞ。総意でないと分かるまで多くしておくべきだ。ヒューズ長官、彼らにも経験はあります。飛行機が何か知っているとすれば乗客は誰か。飛行機が吹き飛ぶのを数十メートル手前から見ていた者たち、つまりこの20人。